XD と Slack の連携について説明します。 XD を Slack と連携するとデザインの共有とフィードバックをチームの Slack チャンネルに統合することができます。ブラウザで Slack にログインした状態で Slack アプリの一覧ページを表示します。検索から Adobe Creative Cloud を選択します。 Slack に追加ボタンを押し、遷移先のページで Connect to Slack ボタンを押します。 Adobe ID でログインした後に表示される接続許可の画面から許可するを選択します。クリエイティブクラウドとスラックアカウントの連携が完了しました。スラックを確認すると、Adobe Creative Cloud アプリからのメッセージが表示されています。これで XD とスラックを連携する準備が整いました。次に XD と連携したいスラックチャンネルに移動し、はじめにデザインの共有リンクを登録します。スラッシュコマンドとして Adobe-Subscribe と入力し、半角スペースに続けて共有リンクの URL をペーストして投稿します。チャンネルに共有リンクが登録されました。 XD からデザインに変更を加え、共有リンクを更新してみます。スラックチャンネルに共有リンクの更新が通知されました。他のメンバーから共有リンクへのアクセス権のリクエストがあると、Slack アプリからのメッセージとして通知され、その場で許可することができます。また、共有リンクにコメントが追加されると、Slack チャンネルへ自動で通知されます。Slack アプリからの通知に対して、スレッドで返信すると、コメントへの返信ができます。このように共有リンクのページにも返信が反映されています。ブラウザを開くことなく返信ができるため、デザインに関するやり取りを素早く行うことができます。登録した共有リンクの設定を変更したい場合には、チャンネルに移動し、スラッシュコマンドとして Adobe-Manage と入力します。管理画面が開いたら、共有リンクを選択し、通知のオン・オフの切り替えとリンクの解除ができます。このように XD と Slack を連携すると、デザインの共有とフィードバックをスムーズに行うことができます。